桜井町は、大阪府富田林市の町名である。一町目、二町目がある。郵便番号584-0013。地図、Google マップ。近世以降に、岸村を構成する一優であった、桜井の区域を元とする。桜井の井戸。国道975西側の商店の裏にある。富田林市市は、桜井町の西側。 東高や街道沿いにある桜井という井戸を地名の由来とする。この井戸は大阪府市は工房大使の祈願によるものとし、和漢三サ図ズへは聖徳大使の遺跡とする。郷土市の研究は五郎のこととして、聖徳大使が馬上に手虫を振って地面を掘ったところ清水が湧き、大使が馬に茶、喰らいと言ったとし、茶、喰らいが転じて、 桜井になったという伝承を載せている。水は、極めて清く、茶を飲むにも美味であり、遠方から水を汲みに訪れる人もいたという。富田林市第一館が刊行された1985年、当時、全く忘れ去られ、水田脇のノイドのような状態であった。現在は整備され、脇に説明板が立っている。町内を中心に口述する桜井遺跡が存在する。 遺跡の時代としては、縄文時代以降となっているが、報告されている遺構は古代と中世の集落跡である。同じく、石川の貸し団球場に位置する岸遺跡や中野遺跡では、弥生時代中期集落跡をおもとし、幅広い時代の遺構が確認されているため、それらの中間に位置する桜井町一帯でも古くから人類活動が行われていたと考えられる。 日本初期安寛天皇元年10月15日上に、ある桜井宮家は、日本歴七名体系では、河内郡桜井里に否定するのが通説とするが、富田林市では、この富田林市桜井町を当てる説も有力とする。富田林説は、神道廃寺の背景氏族を想定した、藤沢和夫によるものである。藤沢神道廃寺の 1km 北東に位置する、 桜井町に着目し、文献から桜井新と桜井田辺蓮が新道廃止の背景氏族となる可能性を述べた。岸都夫も富田林施設に賛同し、津の山宮家との地理的な関係から傍傷を加えた。発掘調査により、奈良時代の遺物とアスカ時代の集落跡が確認されている。調査担当者は桜井遺跡と震道廃に深い関係があるとする一方で、 集落跡と三宅をすぐに結びつけることはできないという立場をとっている。中世の岸村一帯は、道古省に否定されている。近世の岸村は創村であり、桜井は創村を構成する一優であった。戦後に至るまでの桜井の集落は、名村寺を中心に旧家が集まっている一角である。岸村を構成した諸村を古くから岸七京と呼び、王信、木戸山、川も、 平、宮、桜井に加え、桜井と中野の間にあった南畑も現在の桜井町内にあたる。浄土新州本願寺八き命山名尊寺は新蘭が英福寺を訪れた際に一泊し、両里市という防護を授けられたという。文明10年に混流され、文明4年より名尊寺と称する。かつては河内十二坊の一つであったとされる。二千十四年に、 元読年間以来となる大改修が行われた。ビグ、久留美玉神社の宇治小村であり、秋祭りに、団地入りの栄光、宮入りを行う。桜井の団地入りは、明治時代の制作とされる。2006年に大修理が行われ、一部を除いて、新調された。正待湖には、漢方九年の牧書がある。町内を中心として、縄文時代から中世にかけての複合遺跡である。 桜井遺跡が存在する。1980年に桜井町と中野町の間を通る主要地方道狭山河南線が新設された際に中世の遺構が発見されたことにより周知の埋蔵文化財放送地として周知された。遺跡のやや南東寄りで実施された1984年度の大阪府教育委員会による調査では 中世の遺構と方眼層が検出されており、中世の方眼層の中からは、奈良時代に属する大量の弾きと水液が出土している。南東部で実施された2002年度の富田林市、教育委員会の調査では、中世前期から後期にかけて遺構が検出されており、中でも幅1.5メートルの溝は、屋敷地の区画坑であったと推定されている。 遺跡の北西端で行われた1997年度の市教委による調査では、7世紀前半から8世紀半ばにかけての遺構が地山面上で検出されており、上層には中世の方眼層が認められる。不教委の報告では、神道廃寺の天平時代の軒丸瓦と同伴品が出土していることから、神道廃寺と桜井の関連が推測されている。また、 市教委の報告でも、アスカ時代に、桜井に集落が形成されていたことが確実として、震度を排除に絡めた考察を行っている。ありがとうございます。